校内校内早草祭り開催日にお披露目された北陸鉄道 ED301 主駅は鳥取県安郡安町三月中自立縄にある若狭鉄道若狭線の駅若狭方面に向かって右側に短式一面一線のホームを持つ地上駅便所は改札外に男女共用の推薦式便所がある駅本屋及びプラットホームは百二十九年の建築であり 2008年には国の登録有形文化財に登録された。無人駅ではあるものの、駅前の商店に乗車券の販売が委託されているため、簡易委託駅の扱いを受ける。なお詳細は口実するが、駅事務室部分は売店に転用されている。1日の平均乗降人員は以下の通りである。2009年より毎年8月8日頃に開催されている。主催は、 地元有志をはじめとする、早草駅を守る会。バイクのライダー及び鉄道ファンが全国から集まり、地元の特産品販売や伝統芸能のステージが行われる。またバイクメーカーの鈴木が毎回協賛しており、グッズ販売などのイベントを行っている。きっかけとなったのは、バイク専門誌、月刊ミスターバイクの2008年8月6日発売後。8月8日は、 はやぶさの一目打ち、鈴木の大型バイク、鈴木 GSX1300R はやぶさオーナーに、はやぶさ駅に集まろうと呼びかけた。発売から2日後にもかかわらず当日は7台のバイクが集まり、以来、はやぶさ塗りの聖地として、はやぶさ駅にはライダーが集まるようになった。近所の住民は、荒れていた駅前を整備して、集まる旅人をもてなした。 また、若狭鉄道が鈴木本社の協力を受け、駅に、はやぶさのポスターを掲示。地域おこしにつなげては、都の町からの助言も得て、2009年3月に、はやぶさ駅を守る会が設立された。ありがとうございます。